チャレンジカップ準決勝、福岡ソフトバンクホークス対、打席には5番バッター T 岡田。フォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあホークス一打先制、インサイド打ち上げました。弾き返した打球はライトへ。ここで打席には浅村が入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺り中押しできるとより打ちました。いい当たり、一塁送球します。アウト、ワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。7番バッター高山、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。この辺り緩急をうまくつけてきます。変化球空振り、ツーアウトになりました。ツーアウトランナー一塁と変わります。試合を制したのはソフトバンクホークスです。